奴の力の源を断つんだ。幼い頃お前たちと世界を救う英雄になりきって遊んだものだったが、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。まさかナジムの子孫と一緒にご先祖様と戦うことになるなんてね。運命ってのはつくづく不思議なもんだ。さあ千年の因縁を終わらせるよ。こんな時に何なのですが、私この冒険を本にしてみようと思うんです。ズバリ題名はホルネコの異世界大冒険。これは売れそうですぞ。あんな姿になっても力が欲しいなんてザラームってどうしようもないやつね。さあ、あいつのブーサイクな顔をボッコボコにしてやりましょう。平和にして、そんで腹いっぱい飯食うんだ。聖杯の力に頼っておきながら、何が神を超えし存在だ。そのふざけた妄想ごと叩き切ってやる。最強の剣士がな。どうやら化け物が出てきたもんだな。これが元人間とは思えねえぜ。どんな野郎が相手だって今の俺たちなら勝てる。そうだろ。魔王ザラームを求め闇に覆われた世界、そしてその野望を打ち破った先に広がる光満ちた世界。いいね、千年越しの戦いなんて燃えるじゃない。幕引きにみんなの笑顔が見られるように、私頑張っちゃうよ。いや、ラストダンスの相手が不細工な豆の野郎とはがっかりだぜ。けどまあ世界の命運がかかってるんじゃ手を抜くわけにはいかないよな。雪山で出会った時は魔王と戦うことになるなんて思ってもみなかったけど、こうなることは決まってたのよ、多分千年前から。千年も封じられていたのに改心しないなんて、あいつ本物の悪党ね。よーし、このアリーナが馬鹿げた野望を打ち砕いてやるわ。これは闇の檻、囚われた者は生きて出られないと聞くが。行くぜ。リガーブレイク。なんだって。まずい、このままじゃみんなが。あんたたち双子なら光の力で闇の檻を破れるかもしれない。頼んだよ。人々を苦しませ悲しませる者に王を名乗る資格などありません。王神よ、おごりし者に裁きを、我らに勝利の祝福を与えたまえ。あいつを助けるんだ。
。仕方ないわね。任せとけ。してよね。任せろ。この戦いに世界の未来がかかってるんだよな。うん、実はね、私怖くて仕方がないの。でもみんなと一緒だから絶対に負けないって思えるわ。見せてやるぜ、ジゴスパーク。同感だ。よーし、この戦い何が何でも勝つ。